前回の極み高校、無事滋賀県ブロックを制覇して甲子園出場を決めました。ギリギリでした。ギリギリでしたよ。魔物がないと負けてましたけど、ダブル矢野が活躍してね、編成 OB 矢野っちもどんどん打率が上がってきました。さあここからあと15本ぐらい打てるのか。本日はダブル矢野くんを、2番3番で、ね、連続して矢野矢野にしてあります。まあ、本当にねこの大会どちらもホームランを積み重ねていて、どちらも安打を積み重ねている。本当にこの2人が世代の中心になってくれて嬉しい限りでございます。新聞にもあるんじゃないですか、ダブル矢野光る。あるかもしれませんね、矢野コンビ。おナイス1点。早速2人で点取りましたよ。フォアボール、ツーベース。しかも1個前の古賀も行ったのか。お前ら影が薄くなってんぞ。あいう2人で点取りましたね。フォアボール、ツーベース、素晴らしい。何この、 あのバッターが近ければ近いほどなんか連携力上がるみたいなマリオベースボールみたいなやつ何ですか。相手のピッチャー吉田くん、145キロの DC、 スライダーカーブ、フォーク、シンカーなんか吉田さんみたいな 顔してますね。なんか満身みたいな感じついてますよ、寸前が。俺勝てそうっていう時に負けてるやつや。相手、あ、佐藤さん最初から転生 OB、 青徳がついてただけマシですね。そうだ、あのベンチできてないけどね、うちもねいますからね。いますからね、この1年生世代にもベンチ入りしますか。そろそろなんかあの人もう戦力外になってたし。さあ今日打撃を光らせてくれ渡辺くん。矢野矢野言ってますけど渡辺くんたちも強いんだから打ってくれ。打たない当たりだけど、ちょっと詰まったな。詰まってタッチアップもないというね。この走塁のセンスは下手すぎない。あー、じゃあピッチャー立ち直っちゃった、危ない。お、また矢野っちが次は。矢野ですね、素晴らしいですね、このダブル矢野の。渡辺くん、なんかね、こういい当たりはするんですけど、ちょっとね、こう得意なコースに来ない。相手の吉田くん、いいピッチャー。そうですね、防御率 1.94 が物語ってると思います。いい当たりだ。ナイスサードサード、そういうのが見たかった。上磯農業、これあれ南北海道のあれですね。北海道今強いから。おーい、ね、まだわかんないよこれ。さすがにしょうがない、相手強いですから。ここでおさあホームランがね見たいとこなんですけどね、ホームランなかなか出ない。16本目が遠いよ。君もね今ランキング2位には狙えるんだから、あと2本、3本で同率2位ですからね。極みヒエラルキーの中で上位に立つ男か。そうですよ、この段階で15本ってだいぶすごいですから、歴史に名を刻みそうですから。一応第3球をもうちょっと当たり前みたいになってきた感が大ダンブルだんだん強くなってね、みんなね本数がね上がってきてるんですよね。まああの極み高校滋賀支部にあの銅像は立つと思うよ。ちょっとそこの高校に立つか。あー危ない、なんかヒヤヒヤしますね。なんか打ってないな、一時期打ってないな。どこだ、6番から打ってます、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 打ってません、打ってません、打ってません、打ってません。お前らどうした、5から9、ここだな、5から8が全く打ってない。加藤2安打なのに。まあ、逆にね、1から4で点取れてるからまだいいよ。小賀心どうします。小賀心セーフティーバント2か、転がせで内安打狙うか。まあ、こいつ打つからな、なんか打たせようとすると。ホームランも打ちましたからね、ホームラン狙いでいきましょうか。第9、まあ、甘い、おい当たり。こうなったらダブルやんのの一角、矢野チーが召喚されます。どっちの方が今ヒエラルキー上ですか。絶対にノブでしょうね。明らかに成績が格が違いますよ。相手もホームラン15本打ってるんですよ。4本しか打ってません。やっと打率が3割に乗りました。ようやくパワー極みとしてフルスイング指示しても打つようになってきたね。投げました初球、うん、ダメだった、ズコっていう子。むーこのちょっとヒット本数少なすぎない。ほらピンチ来ちゃったよ。ツーアウト1塁だけど、全体的に投手戦だな、ポンポン進んでいくな。早っ、吉田君代打でさせないというね、今日3三振してる。打三振13、投手戦というか加藤頑張ってますね。本当にこいつカットボール3になりましたから、ついにようやく使えるようになりました、カットボール。本当だ、え、上がったの。上がってた、すごいね。この大会始まる頃はさ、カットボールなんて磨くつもりなかったけど、全然こいつ。あ、お、あ、いや、いや、くんださん、守備で見せる。おー、いいよ、いいよ。ナイス。もっと点取ってくんないと動画映えねえぞ。ほら、矢野信行け。ボン、ボン。わー、ここヒットで出て。
代打使いてー、ちょっと厳しいっすね。彼がここでね思いっくそでっかいホームラン打ってほしいんですけど、ちょっとインコース気味っすね。やっぱ広角使いたいですけどね。それをね見逃しちゃダメよ。見逃してよしでした。インコース投げました。見送ってボール。パワーは十分あります。パワー極み。よく見逃してるけど、体格の得意弾は外す感じでキャッチャーはインコースでカウント取りに行く。いやらしい。あらららら、渡辺君打ちづらそう。あらららら、ら、ら、これで渡れば。あらららら、ら、5番から8番ノーヒットで終わった。じゃああれだね、バスで過半数空いたね。宿まで走ってこい。逆立ちでな。おや黒田さん、次はベンチだな。極み高校は純粋なる階級主義なんで、強いやつが偉い。ピッチャー陣枠と打撃陣枠でありますけど、まだね能力強くて打たれちゃうとか打てないとかでね、素質がある人は別ですけど。おぶね、危ない危ない危ない。どっちか。おお、勢いあるね。第6球を投げた。打った。引っ張った。カット打ちっぽいな。いい当たりするね。投げた。はい、よいしょ。14奪三振。誰だっけな、その三振数一番多いのは誰ですか。奪三振数はカウントできてないですね。着回加藤君結構1位に取ったんじゃないか今。どうなんだろうね、まあ、松井裕樹が上位なのは間違いないとは思うんですけど、毎回10ぐらい10以上しましたからね。加藤もなかなか10乗らなかったけど、ここで乗ってきたね。乗ったね。おい、あっさりと終わらせましたこの試合。27人中14個、半分以上は三振っていう、2人に1人はアウト、三振で。今ポロって話してたけどさ、次回は卒業式の時に脱三振数も出してほしいわ、ちゃんと。ああ卒業ピッチャーのねあれがないから、全然さ防御率しかないからね。そう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 。早っ、投手戦かよ、何も置かなかった。相手大阪岸和田水産、何回も何回も全国で戦ったことがありますね。おお、なんか天性っぽい、なんかいるぞ、糸目の人が。天性だなあれは。さあ、速度が強いか。おー、全体的に強いか。全体的にね。わー、おい、よう抑えたな。さあ、ちょっとさっき打撃がね不審でしたからね、5から8番。とりあえず黒田さんはベンチになってきました。うわ、かわいそう。相手のピッチャー平野くん、144キロの AP、 ドロップカーブ、高速シンカー、ツーシームファスト。徳能何も覚えない男、徳能何も覚えない男、威圧感ある。藤波慎太郎。藤波さん、青戸くんも持ってるけど赤戸くんもその分すごく多い。打ちに来れば全部消えるよ、その赤戸くん。大石、長谷川、小川、そして元木さんですね。元木大輔さん、チャンス B、 流し打ち、粘り打ち。長島は違うね。まあちょっと強いっすね、 A って感じ。吉田正隆か。おお、いるね。宮本さん、こちら現役ヤクルトか。今日の注目選手は古賀君、まあ打たせてもいいかな、セーフティーバントが弱い時は。3か、やってみるか。バントが下手くそで3年間通してきましたけど、結局打った方が強いっていうのが証明されましたけど。元木さん、あ、彼総力 F でしたからね、よかった確認しといて。おい、いいよいいよいいよ。3連打ナイス。矢野か、古賀から矢野が強い。その後、4から8番、何やってんだい。本部に抱っこ。もしかして元木さん、今日やり放題なんですか。サードに転がせば、サード穴ないよって言われてる。サード穴ないよ、隠し球しかできないよ。あらららららら、続かんの。4から8、続かんの。ちょっと、セーフティーバントするだけの動画になっちまうぜ。ピョン、うまいセーフティーバンドでーす。ナイスよし、チャンスノブ。これ一発でっけーの欲しいですね。ツーアウトながらもお祭り使っちゃいます。チャンス使っちゃいましょう。さあ、ノブ君16本目あるか。流し打ち、なんな、18本だっけ。え、18本打てばいいんだっけ。じゃあ、これ同率2位ですね。西村と同じです。
まあ流し打ち指示したけどセンター打つでしょう。この子弾道高いから逆風大きく受けますから。確かに直球決まってストライク。投球は3球目ストライク。いやさすがにインコース来るな。インコースはうまく打ってくれ。次は4球目ナイス。うまく打った。いいカットができた。来た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 。最高すぎる。この1球前のカットがうますぎる。そうなんだよね、できちゃうんだよねってこと。これが素晴らしいんだよね。ナイス。今極み高校横断の中で矢野くんだけがヒエラキー一番上です。あ、一番上当たり場でした、すみません。ホームラン渡ればナイス。渡ればもナイス。おー打ち始めた打ち始めた。あ、ここで今日スタメン入りしてる。あれ渡辺さん来ました。お打ち方かっこいい。打ち方かっこいい。インダス2アンダー。打ち方かっこいい。もうちょっとピッチャーの方向にやるとあのオリジナル打法になりますよ。やーべーみたいなね。めちゃめちゃかっこいい打ち方。これなんか育てたいな。しかもなんかセンスがいいのかもしかして。だってそれはね野球のねプロ野球選手ですから。クルトさん補給極みなんで特にこちらが何か指示できる積極とかはできないですね。お任せみたいな感じで身長センター返し。かっこいい。めちゃめちゃパワーヒッターとかつけてあげたいんだけどね本当は。ないんですよ。いいよいいよ。かっこいいな。双極にしたらパワー極みとかにしちゃおうかな。これはクルダ事件がまた起きますか。弾道極みにしてさフルスイングできるようにさせてあげたい。第4球を投げた。おお、ノースリーからボール球を振って打点。ナイス。打点は入らないからこれは。おー、ナイスホームラン。加藤お前が打つんかい。渡辺さん、ちょっとかっこいい。新しい発見をしてしまった。ビッグ4世代ですからね。顔面ビッグ4。顔面ビッグ4。第9。古賀君の野球って、まあ、俺って野球何してんだろうって思ってますね。走り続けるんだよ野球は。お、また1点取った。矢野っちが今日火を吹いてるね。炎上してるよ矢野っち。4打数3安打。こいつはこいつで打つし。すげえじゃん矢野っち。2番が適してたか。3割2分4厘まで上がってきました。素晴らしい。2割5分だったのに。代打使いたいけどね矢野の部はちょっと。そうですね、ノブはねもう落合さんとかかってるから勝負が。第9。ここで1本。うわツールツール。さあ次の投球インサイド。いやインコースだけカット打ちしてほしいんだけど、そういうのないの。第3球を投げました。あ、難しい。カットミスだね。さすがに難しいね。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。中盤まで加藤が頑張ってる。おるるるるるる。ピッチャー変えてもいいかな。まあちょっと不安だから加藤をファーストですか。入れとくか。ファーストちょっと重荷がある。まあでも中谷がいるからね、結局は守れるでしょう。さすがに今中谷くんの心臓がドクンって言ってということで佐藤に変えちゃって中谷がクローザーという形で加藤から佐藤へ。伝令があと3回使えるもんね。じゃあ1回だけ黒田さんにマウンド行ってもらいましょう。おう、やったー、マウンドに行ける。ピンチを作りました加藤。このままでね抑えることできるか佐藤。1年生で145キロ逸材です。今やれやれっつよ先輩も。変な選手だなって。打たれたいやないか。いけ渡辺レーザービーム。いいね矢のような送球。取ったのは矢野です。あら宮本さん転生プロッ。ゲッツーシフトでゲッツーしちゃってください。1点はいい。自責点には入らないし。今加藤がいいんですか1点。あーゲッツーシフトだけど。いやーちょっと嫌な予感してきましたけど6点差か。次にヒットを打たれたらちょっと怪しいからな。宮本大大宮本がまた次まずい。175キロからのこの球ですからね。慣れてるでしょうね。もう遅えってスローボールに見えるからね。これ代打を使っちゃう監督ちょっとセンスないんじゃないの。ああああああ取れる。あぶね風に感謝。ナイスー。おいおい全部センターにいい当たり打たれてんぞ佐藤くん。か球軽いんじゃない。さあここはゲッツー体制を取り。シュート回転の影響ですかかな。ちゃんとほら球に水入れなさいよ。今の手の手汗を公式の球ににじり込ませてます。第3球を投げました。よし重くなったな。ナイス。いやマウンドプレート1個分ぐらい前から投げていいから。いいのソフトボールみたいな感じでいいの。バレないツツだから下柳さんがプレート外せ。投げました。うわーナイス。いや全部いい当たりなんだけど怖い怖い。危ないからみんな点取ってあげて。でも誰でも出したいね。今日ベートで迎える7球場面で
まずはチャンスを作るかダイソーで石崎入ります。お、ちょっとね石崎怖いけどね。盗塁足は速いんですけど盗塁のセンスはない陸上部選手。まあ仕方ない陸上部なんで。クイックイーダーでもここはさすがに危ないんだよな。中村逸材ですけど3年生ですしね。ここは代打山梨行きましょうか。黒田さんが今立ちましたよバットで。俺の出番かみたいな。あ、魔物なっちゃえば。あ、ダメだ。あ、これどうだ。これねえや。あ、魔物あれば、うん、黒田さんのバッターは代打黒田。お帰りください。さあラッキーボーイの本領を発揮し山梨でいいよな。山梨まだ一本も出てないから結局は。ピンチヒッター。もうそろ弱いって思われ始める。さあラッキーボーイの。もういい当たりもあんま出てないから。アベレージヒッター使うか。第2球。きた。やめてた。いい当たり止まり。いや風もめっちゃ悪い。うわ、ナイスだったよ。風めっちゃ悪いな。あんなプレーあんましねえぞ NPC。 アマモノだ。ナイス。アマモノ使って台出しするか。もしかして山梨くんってあの不幸のもとに生まれた不幸の星ですか。ほら不幸の星、赤徳が不幸の星持ってますよ。あったよね確かアンラッキーボーイみたいな。ちょっとここ点取んないとやだな。結構代打構成で守備も弱くなってるし。第9。いや、ダリー。いや、ナイス。逆に今度は風に救われ。おーおーおー。野村くん、さっきのエラーしたれ。さっきのファインプレー、帳消しです、今のこれ。さっきのエラーしたれよ。さっきのあれヒット判定になるんだから、今のはアウトよ。あ、エラーよ。おー。オリジナルになりかけている。右右打ってるから引っ張ってみようかな。この内田だけもなんか引っ張りすきそうだし。おー、今の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 。俺は振り遅れそうだけど。第2球。第3球を投げたスライダー。見るね、選球が持ってるからね。でもさっきノースリーが振ったよね。投げたもうまたスリーボールですよ。でもやっぱ出番が欲しいから打ちたいと思っちゃってね。それが空回りしてるのよ。投げた。おお、エロい。あんま誰かなと思ったけど佐藤君ピッチャーね。まあ代打でいいかな。まあ角田行こうか。さあパワー極み、パワーヒッター持ち、ビッグ4の一角角田。もうね、始まる前からビッグ4、パワー極み、パワーヒッター、いろんなね、称号がありますからね。あ、そこ、おい、あとはお前が打つだけなんですけど。そうなんですよ、ビッグ4なんてね、あの四天王世代、昔の小池とか岩尾とかの、ね、あれ以来ですから、その4人の称号。珍しいですよ、これはチャンスですよ。名を刻む、刻むね。まあ、ラスボスのピッチャーもいますけどね。何やっとねー。あーやつはビッグ4の中でも最弱。フォアボール出した。中谷がこれ締められなかったらあの終わりですよ。終わりですよ、負けですよ。さすがにね、あと2回7点差、これは負けるはずないよってフラグ発言しとくわ。まあ、能力163キロのね、ジャイロボーラー、コントロール、スタミナも普通。頑張ってください。すげえ加藤くんの介護感。サウスポーですからね。いい球じゃないですか。君に内角攻めをつけたいってこの前も言ったような気がする。取ったね、山梨くんです。ナイス、いい当たりだけの山梨。今日はファインプレーでアウトです。山梨ヒットなし。もうずっと言われ続けるよそれ。これはいい当たりされたね。もう点差はねちょっとあるから1個ずつみんな落ち着いてね。1個ずつ、停止停止。第9投げました。ストレートはストライク。こんなほぼ毎年甲子園出る当たれば監督ってもはや甲子園に行くワクワクないよな。そうだね、甲子園ワクワクというより甲子園行かないといけないからね。予算が違いますからそういえばありましたよコメントで。極み高校って毎回あの移動するときに新しく建ててんのか、それとも他の高校乗っ取ってんのかと。どっちですかね。パターンがあるじゃないですか。乗っ取りたいときは乗っ取り、作りたいときは作るんじゃないですか。まあ、作った方が新しいよね。そこで、あ、でも1年しかねえのか。基本1年。基本1年。プレハブ校舎作って。折りたたんでるかもしれないし。夏と春連覇したらあれじゃない、新居じゃない。オッケー。よく抑えた。やっぱノブがこれショートできるようになったのでかい。総局がでかい。さあ、小賀神、ここから点取りましょう。今日は元木さん、一点集中型で。5打数5安打。いただきました。うまい。ありがとうございます。走る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 。サードベンチ。おーおーおー、たた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 。さあ4打数3安打、矢野さん。お、今日はどこにも打ってるね。今日ノリノリですよこれ。
俺はいける。うん、自信がやっぱりついたらでかいですね。素晴らしいですね。ホームラン4本の打点23。前回の戦いで新聞にね、あの一面だったからね、ちょっと自信持ったんでしょう。ナイスカット。次が4球目、投げた。お、抜けないか。おー、渋い、渋いね。いい攻撃だ。流し打ち。今日4点。6。第9。超スローボール見送ってストライク。ワンバンしてなかった。第2球、投げました。もう。アウトコースに来ればもう一回持っていくでしょう。第3球を投げました。聞きたけど振らない、聞きたけど振らない。第4球を投げました。うわー、外したような球を持っていきました。17本塁ダメ。ちょっとやっぱ格が違えな。格は違うね。17本塁だったらマジで頑張ればありますよ。盆栽の秀才の星、お前は天才でもないし天性でもない、ただの一般ピーポー。マジであるぞ、歴代1位が落合さんを脅かす存在。打率は無理ですけどね。ちょっと打率はあの人5割でフィニッシュしてますから。ちょっと今度 OB マス踏んだら落合さんが来て矢野信のことをなんか赤とこつけて帰るぞ。嫌がらせ。第9投げました。落合さん今のところね、三冠王ですからね。そうです。打率、打点、本塁打全てで1位ですから。盗塁も目指そうと思ってなんか盗塁 A もつけてましたし。その一角を崩すような人物がこんなにすぐ現れるとは思いませんでした。投げました。長い歴史の中で極み高校もやっぱり進化してるんだな。まあでもさ、転生とかそういうものをつけるのは矢野っちの方なんですよね。敵対するのは、ね、対抗してほしかったのは矢野っちでしたね。そう、監督だしね。投げた、ストライク。彼はあのキャッチャー一筋になりました。第4球を投げた。いい投球するね中谷くん。コントロールが良さげで、やっぱね175いかないときはねコントロールいいんすよ。加藤もそうだった。これはもう暴れ玉になっちゃいますよね。175はねちょっとね、第9音とんでもないでしょ多分。ピシューみたいな感じで音するんじゃない。第2球怖い、こんなの投げられたら。おーおーおー、痛烈。でも今のも構えたところには来てますから、シンプルに打たれました。狙い撃ちされたね。直球だけじゃなくてスライダーも投げていいんだぞ。投げた、打たれた。切れていきます。ファール。第2球投げました。内角ボール球打った。さあちょっとバッシュリーですね、三振で収めて今日のねあの動画を終わらせたい。アウトロー、インハイ、打ちました。センターへの打球、オッケー。いいんじゃない、新しいね、竜の戦士って呼ばれてましたっけ、渡辺さん。ああはいはいはい、はい、言われてたよね、ドラゴンズだからね。その竜の戦士渡辺を見ることできたし、矢野っちは成長してるし、ノブはホームラン打つし。なんでこの中の一角に加藤入ってくるの、おかしいだろ。そろそろさ、なんかこう新居浜とか来そうな気がしないっすか。新居浜来そうだね。全国制覇まであと3つのところまで来ました。この台もね総局することできれば素晴らしいですよ。どなたにしたいですか。やっぱり渡辺さんにちょっと注目したいですけどね。弾道極みにしてさ、あでもそっか、まだ極みきてないのか。全然極まってません。そうか、じゃあ誰だろうな、2年生か。さあぶちかましたれーって思ったらバントでした。前回もね見たんですけど、古賀くんですね。相手のサードがねちょっと足遅かったからできたんですけどね。セーフ、山下くん。147キロの DC、 カットボール、ドロップカーブ、フォーク、特のなしはね打ちまくりたいね。これはあー転生を使わない。この監督あれだな、あの基礎ステータスしか見てないな。一番パープル弱いたちだよそれ。ああパワーヒッターちゃんと持ってる、えらい。おお、チャンス B、 初球太平左 F しか持ってないけど、しっかりと4番に座っている転生 OB の角で。転生多いっすね。まあ、でもうちもね、でもね言ってみれば多いですよね。2人か、まあ、いるっちゃいるよね。セーフティーマート3。ちょっと今日はサード、ああなるほど、ちょっと難しそうですね。肩も B、もうちょっと一回打つか。センター返し7、普通に強いんですよ古賀は。4割7分2厘すごいな。いいナイス、お前はセンスあるよ。
お前はいける、一緒に行ける。あ、よいしょ、ナイス中村。いいね、いいね、いいね。この渡ればは あんまり率良くないからね。あの3回に1回打てばいい、御の字ですから。そう、渡ればが打てないときはね、しっかりと、まあ、今矢野くんたちが化けてますからね。投げました。1球目ストレート空振り。4割7分7厘、もしかして5割超えフィニッシュあるのかこれ。お、落ち合い以来投げました。2球目ストライク。みんなやっぱこの世代は落ち合いさんに憧れてきてくれてるからさ、やっぱ強いっすね。投げました。もう誰か矢野っちも憧れて、黒田さんも憧れて。次は4球目。低めの球。打ちました。うわー、いいかと。黒田さんに至ってはベンチ入ってるか入ってないかとかもあるからね、たまに。うまっ、うまいけど、うぅー、危ない。こういったー、同点か、同点ですけど、チャンスよ。もうね、負けるわけにはいかないのよ、ここ結構今強いから。吉田くんがね、ちょっと微妙な選手ですね。なんかいつも代打枠にされるし、2年生でっていうのがね、1年生でこれだったらいいんですけど。そうね、特徴もちょっとあんまないからな、やっぱ顔面ビッグ4がな。犠牲フライ一回やってみますか。おお、仕事人として頑張ってくれ。ミート極みで犠牲フライ。第9投げた、アウトコース低め。任せてくださいよ、芯で当てる練習しかしてないんですからってね。第2球投げた。おお、真ん中ストレート見逃していく。まあ、逆に真ん中だとちょっとね、あの打ち損じみたいな当たりができないんじゃない。いや全然そんなことなかった。ボール球、クソ球振りやがった。投球これから4球目。打ちました。三振が一番ひどい。第5球投げた。いや2番目にひどい、2番目にひどい。内野フライとか最悪やろ。渡辺勝、渡辺勝より渡瀬勝の方が死んだよ。どうしよう、セオリーはスクイズです。でもここ出せないと、入れてる意味がないと。入れてる意味ないっすよ、だって見てください、これライパチっすよこれ。行こうか、じゃあ綺麗な流し、いや引っ張りでいきましょう。まあ選球があるからね、見るよ多分。で好きなとこだけスイング、これですよ。ほら1点取った。ナイス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 、渋いけどナイスナイスナイス。ありがたいや。さあ3割乗りますよ、そろそろ加藤が。なんか放ってると、放置プレイしてるとお前ホームラン打ってくんだもん。ほら、うわー、怖い怖い、狙ってる。やっぱあの175キロ投げる筋力があるからパワーあるんじゃねえの。大谷翔平理論ですか。そういうことじゃないですか。次が4球目、投げました。いい当たりだし。おお、こいつらあのみんな身長一緒だからな、あの身長ねちょっとね変わってればね、加藤君とかすごいでかそうだよね。あ、でかいね、175キロ投げるんだから。あー、またピンチだよ、ファーボール。あ、ピンチ、お前ら似てるんだよ。ほらちょっとこれ遠くから見るとうちのイニシャルにすごい似てるじゃないですか。よし来た、俺の出番だ。黒田さんの一番の出番です。キャプテンとしてマウンドに行きます。彼が一番輝くのはこの時。ファイト。さあファイト全面。さあここはゲッツーシフトを敷きます。いやすごいシュート。第2球投げました。ストレートはボール。入らなきゃ意味ないよ。投げた。よし、京都初三振はちょっと控えめですね。そうっすね、第4球を投げた。敵も打ってきてんだ。三振してないんだね。第5球投げた。おーい、言ってればした。今日はサードフライ。初球空振り。こんな福顔いないって、アニメの高校生だよ。これは年賀されませんね、ビール買っても大丈夫です。でも帰りに買ってますねこれ。投球は3球目。プロ行ってからね、未成年喫煙ではあのあれやるやつタイプやな、こりゃ。ははオッケー。吉田自らベースを踏んでスリーアウト。ピンチ脱出。さあ古賀君からです。ちょっとね、点差も危ういし、古賀君ここで、あれ今日はセーフティーバントやらないんじゃなかったんですか。セーフティーバント行きましょうか。お祭りしちゃって、うん、あれ今日はやらないって言ってませんでしたっけ。忘れた時にやってくる。絶対盗塁してー。芝下、いや盗塁。渡れば頭部です。渡辺一家は渡れば頭部の信者ですから。すげー得能の数だな。どうします、流し打ちっていうのもありますけどね、持ってますけど。広角はセンター返しが一番寿司高い、引っ張りも高い。結構散らしてくるからセンター返しでアンパイ狙う、そして1点取る。低め外れてボール。今のボールとか打てるけどな。センター返しの時やっぱね、コース真ん中がいいから。うわ、パパパパパパラパパパパラパパパラパパパパ。ちょっと危ないですね。ほらほら、こっちだったわ。もうお前ら似てるんだよ。
嫌がらせだろ、せっかくさ主人公プレイヤーがさ頑張ってユニフォーム作ったのにさ、似てるよ似たりよったりの青のやつが出てきて、ちょっと渡辺さん、総局まで間に合う？いや無理っす無理っす残り今からベンチに下げて、あのバッティングマシンのあのピ、あピッチングマシンであれあのノックするしかないです。175キロの速球、あらららら今日はダメだなこりゃ。やっぱ打ち方かっこいいから、でもどうにかしたい。ヒーキが入ってきた、ここにビッグホーンとはまた違う。さっきはね完璧でしたから、セーフティーバント。もう一回、おおピッチャー変わってる、おお切れちゃう。サイドスロー、アンダースロー気味のピッチャーになったな。サイドスロー1点差ですからね、ここ危ないよ。第3球はこの7回ファーストランナー出れば見れるところ大事です。ナイスです。いや小林はいいですね、やっぱりバントなんか上手くなったね、ちょっと ね慣れてきた。さあ今日ちょっと打ってませんね、超ファイトで絶好調に。まずは盗塁で、おいおいやば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 い、プレーねえ警戒しやがった。チュファイト見せちゃってくださいよ、ヤダッチ。初球から、第2球投げました、まだ初球続いてますよ。どでかいの欲しいな、見たいな。そうです、ナイスバッティン、取られちゃった。え全然伸びねえ、打球伸びバスかよ。見しちゃってくださいヤノッチじゃない方ノブ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 18本目。第9投げました、それを前回打ちましたよあなた。予告ホームラン出せ。第2球投げました、うわいい当たりだけど、ノブもいい当たり止まり、打たされてるね。ちょっと風も嫌だしね。あかん、1点差はやばいよ。誰も出せん。ブラ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 、顔面ビッグ4が出せん。守備力を上げます。さあ、踏ん張りとこっすよ。3、4、5ですからね、次。いや、ちょっと怖いな、ちょっと守備変えとこ、渡辺さん。代打枠だけど、王の斧を使っちゃおう。黒田さんいるから、代打は。守備固めに斧を使うようになりました。斧くんも守備が上手くなったもんで。うん、引退ですか、あんなひどかった、あんなひどかったの。ちょっと怖いですね、ここは絶対に外野抜けてはいけない。第3球を打った、おーいいバッティング。おい4番井上さん、年格 OK、 年格 OK 井上さん。1年生の頃はね、3年生に酒買ってこいやってパシられてたことでしょうね、こりゃ。え黒字はアウトコース低めストライク。第3球月がいいな。いや最高最高だし、井上さん今日最悪のやらかし。このでも1点取られちゃったらどうでんよ、話変わってくるよ。そしたらうちのあのね、秘密兵器魔物を使うしかないですね。これ打ち方何、この人スタンダード15、珍しいなんか打ち方。第2球投げた、打った、おいしょ抑えた、おいしょナイス、ふう一安心からの追加点。来たよ、渡ればが出て、や中村から、中村打たせます、渡ればダイソーしますかね。これは渡れば15本でどん詰まりですね、もう出ないですね。16本か。石崎くん、いつも危ない危ない言われながらの石崎です。危ない盗塁が売りの石崎くん、頑張ってください。いや売らないで、それだけはお願いしますよ。うわフラグやめろい。ああ石崎のせいで誰も使えなかったよ。もうあんだけね盗塁下手下手言ってたから、ちょっとでもリードを大きくしようと思ったら今度は牽制食らったっていう。第9投げたストレートはストライク。もうここは加藤完投してもらうしかないね。加藤が頑張ってくれてる、甲子園来てから安定してる。すごいエコー投球だ、100球。ストレートはもう防御率もだいぶ下に下がってきましたね。そうね、投げました、もうやばい。一番打たれた時はね3点台に乗ってたからね、なんかボコボコにされたよね。うん、投げました、打ちました、これ取ってあげて、欲しい。センターラインが弱いな。ノーアウトの一塁ランナー、これはやばいよ。さあここはゲッツー体勢を取ります。まあゲッツーではなくてもセカンドさせたいな、進塁させたくないですよこれ。三振がいいです加藤君、三振がいいです。カットボール覚えたての3、カット3出せ、うわっいい当たり。第4球を投げました、ストレートはもう、ここでねバシッと三振取ってくれるのが加藤君だと思います。次は5球目、ゲッツー取りますか、セカンドさせ、おオッケー、よく刺した。
ヨーハオ多分言い方合ってると思うんだけどね。ポンヨーって聞いたことある。シフトを敷きます。ヨーハオくんです。第2球クローザーヨーハオで見送ってスライクあ、つぼってしまった。投球は3球目。空振り。うわ、カットボールで空振り取ってる。3だもんね、もう。うん。うん。もう、ヨーハオ。ヨーハオ沈没。日本語通じなくなってきてるんですけど。第9、ストライク。いきなり100。第2球、投げた。いいね。やり出しないんだ。第3球を。打ちました。お、ナブーやったねー。最低。吉田取れー。吉田はベースオープンねーベースから離れろい。やばいやばい、逆転のランナーだってこれ。ノブやらかして、これやばいやばい。やったねこれ。どうする、逆転されないためには。ちょっと待って、吉田君の能力見せてください。うわ、結構いい能力だな。うわ、危なくね。今低め投げたらローボールヒッターされるで。外野前進して逆転だけ許さないようにしとくか。一応守るっていう手もありますよ。そうかそうか。いや、持ってるか分かんないしな。逆転だけは阻止。まあでも長打打たれることはないから全身でも勝てたと思うね。そこまで打たれないでしょ。あと逆風で外野フライも多分戻ってくるし。さあ、外野は浅めの守備位置に変更です。加藤くん喜びもつかの間、絶望の顔してますよ。今見えないけど、マジかーってとこだよね、今のエラーは、ね。第3球を3球目空振り。うわー、これ平常心保てるか。加藤頑張れ。さあ4球目。うわ、頑張った。よく守りきりました。いや、危なかった危なかった。今なんかね、見えなかったけど知らぞみたいな顔してたのに、今エビス顔になった危なかったよお前ら。担当は3、吉田。こういう戦いをね、勝ち抜いてこその甲子園成長しますから。あと2個か。